그래서 50일 정도쯤 되면 교육을 꼭 이렇게 듣고요. 또 모이마스. 이기마스. 皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。すんちゃんはね、今準備してて後で来ます。で、今日はチェジュ島の私たちが住んでる東側の保健所かなで、なんか妊婦さんの教育講座みたいなのが開かれるみたいなので、それにすんちゃんと一緒に参加してこようと思います。今日行ってこようと思います。何人ぐらい参加するのかとか全然わかんないんだけどとりあえず天気もいいので外でご飯食べて、まあその教育を受けてこようと思います。行ってきます。じゃーん。はい、すんちゃんが来ました。もうゆすゆですね。なぜかすんちゃんも一緒に。いやいや、もちろんもちろん私のおっぱいもあげなきゃ、ね。では行ってきます。はい、はい、豆乳ごくす、本ごくすとサムドブ、オルクンサムドブで練習したからさはい、皆さん、はい、今戻ってきたんですけど、はい、どうでしたか。いや、すごいもういい先生当てもうって当てもうってな。いや、私がもう妊婦さんになった感じでもうあの一番人生の中でパッションがあった生徒です、うん、この子は一番質問も多くしてましたし、いやいや、まあ、さっきね、あのボイスをやるとき、なんかこの角度だったら80出る、90出る、100出るとか言うちゃってたじゃん、うんうん、でも私もなんかわかんないけど一緒に80、そう80だったらこの距離で首はこうってやってもたのすごかったね。すごい、あの先生、うん、しかも本当の赤ちゃんも2人いて、なんかすごいやっぱ動いてるさ、赤ちゃんで見るからすごい参考になったし、まあ今まだまだ出産からね、その母乳あげるまではまだ時間あるけど、すごいいい勉強になりました。はい、よかったです。あとなんかすごいいろいろもらって、これはパウチ、いろんなものをもらってきました。すごい良かったと思います。こんな田舎なのにね、しっかりした教育をしてて、もう最高だった教育も、よかった、行ってよかったと思う本当に、うん、これからあの先生が何かあったら絶対行く、ね、私一人だけでも行くすごい楽しかった。こんな楽しい勉強はなかった本当に。もうちょっとやってください